10日間でわかる短歌二重式太極拳、ぜひ参考にしてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではご一緒に。2日目の内容は、老子やおぶ、小吠えピーパー、タオジェンゴ、この3つの動作をやっていきましょう。前回1日目やったことは、チッシーからパイフーリャンチーのこの3つ動作です。まず一緒にやっています。鏡面、鏡面でやっていますので、私はこちらで向き合っていきますね。では気をつけからいきましょう。左足をゆっくり肩幅に開きます。真ん中に重心を乗せてください。緩みます。息を吸いながら両手は肩の高さに持ち上げてください。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落とします。はい、では右足に重心を乗せて、右手が上でボール、左足ゆっくり引き寄せて正面向けてください。ここで皆様と鏡面、鏡面と同じようになります。はい、左足をゆっくりかかとから着地、右足かかとを蹴りながらゆっくり分け開いてください。イエマーフェンゾンです。後ろ足にゆっくり重心移動、腰を左へ回して胸の前でボールを抱えます。後ろ足をゆっくり引き寄せて、かかとから柔らかく着地、ゆっくり分け開いてください。これ2回目のイエマーフェンゾン。後ろ足にゆっくり重心移動、腰を右へ回します。胸の前でボールを抱えて、ゆっくり左足をかかと着地、柔らかく分け開いてください。ここで3回目のイエマーフェンゾンが完成しました。次、腰を左へ回しながら胸の前でボール、後ろ足を半歩引き寄せます。腰を右へ回しながら後ろ足重心、両手は胸前、前足少し引き寄せてください。上下に分けて、つま先踏み替えで左右に分けて、パイフーリャンジの完成です。はい、ではここから次、今日の2日目の動作やってみましょうね。最初の動作は老子やおぶです。老子やおぶは少し手が複雑になりますので、まず老子やおぶだけを練習しましょう。老子やおぶやることは、左右の動作、手が左右ともありますので、まず練習していきます。鏡面ですから、まず皆さんは右手、これを右手と思ってくださいね。で、左手が内側に添えられます。そしてこの動作はですね、この形、上から見たことないですね。上の右手は肩の高さぐらいで、肘少し緩んでます。少し丸い感じ。そして肘の手前のあたりに、左手は手のひらを下に向けて添えてる感じです。手は少し離れてても全然問題ありません。なんとなく丸い空間がありますね。ここからいきましょう。まず1個目の動作、全部で4動作あります。1で下に押さえる、手前の手ですね、グッと下に押さえて、その時にこの手が曲がります。押さえて曲がるです。これ1動作です。2動作目、払って押してください。ここですね。3個目、顔の前を払います。4つ目、持ち上げてください。これで一番最初の反対の形になってます。もう一回いきましょうか。ここから、1で押さえて曲げる。目線正面です。2、払って押します。押した時は肩の前、皆様で言うと右肩の前に手のひら全体で押してます。全体と言ったとしても、若干小指側が前ですね。ここが、で、下の手は腰の前ぐらいです。これこの形、横からこれぐらいですね。です。3個目、手のひらを内側に向けて、指から肘までのこの部分ですね、横から見たらこの斜めの状態、この状態で顔前を払います。払う感じ、腰の回転ですよ、斜め方向です。そのまま手のひらを下に向けて、下の手はゆっくり上に向けながら肩の高さです。じゃあここから反対やっていきましょう。1で上下です。押さえて耳横ですね。2で払って肩の前に押します。3個目、顔前を払って、4個目で持ち上げます。手のひら上向きですね。1で上下、2で払って肩の前に押す、3個目で顔前を払って、4つ目で横に持ち上げるです。1で上下、2で払って押す、3個目に内側払う、4つ目に持ち上げるです。1で上下、2で払って押します、3で顔前を払って、4で持ち上げる。1234です。1234という形ですね。ちょっとこの空間が分かりやすいように横向きでやってみましょうか。横向きはこの形からいきましょう。ここからいきます。1で上下、目線は進行方向です。2で払いながら押すです。3で払って横に持ち上げてください。4ですね。で、1で上下に、2で払って押す、3で払います、4で持ち上げます。
1、2で払って押しましょう。3で顔前払います。4で持ち上げます。1、2、3、4、上下に払って押す、顔前払います、4で持ち上げます。もう一回1、2、3、4、1、2、3、4。じゃあ背中向きでやってみましょうか。ここからいきましょう。はい、1で上下に、2で払って押す、3で払いましょう、4で持ち上げます。1、2払って押す、3払いましょう、4、1、2、3、4。最後1、2、3、4というふうになります。ではこれを足をつけてやってみましょうかね。では最初、前に歩くゴンブーにあるシャンブーといって、前に歩きながら今のロシアオブーという形をやります。では右足つま先、これ鏡面ですからね、皆さんこちら右足です。右足つま先斜めの方向に向けて、右手が上の状態、左手が内側の状態で、右足軸重心で左足を少し持ち上げてくださいね。ここからいきましょう。タイミング合わせます。まず上下に入れ替える、この時に足かかとから着地します。1です。2で払いながら押して、後ろ足でグッと押して完成してください。足はゴンブーという、先ほどのイエマーフェンゾンと同じように膝が垂直の状態です。この状態です。ロシアブは最終形この形。前の手は肩の前に押してます。下の手はどちらかというと膝の少し手前ぐらいかなっていうところですね。この感じです。後から横向きでやりますね。次、そのさっきは手は4動作でしたが、足がつくと5つになります。真ん中に手首がスーッと緩んで、後ろに重心が行くところですね。横から見たら押してるところから重心が後ろに行くときに手首がふわーっと緩みます。この指先を少し残してる状態で後ろに行くようなイメージです。柔らかく押してる感じと緩んでる感じを少し表現しましょう。これが3つ目になりますね。なので、もう一回ここからいきましょうか。1でかかと着地になります。上下ですね。2で払いながら押して、これは最終の定式といって完成形です。3個目、手首が緩んで一旦後ろに重心乗せましょう。4つ目、そのままこの前の手は内側に払いながら、ここですね。5つ目、前足重心で右手が、左手が持ち上がるとです。この感じです。ここから反対でしょうね。はい、1でかかと着地、2で払いながら押し出す、3個目、手首が緩んで一旦後ろに重心移動、4つ目で払ってください。5つ目で横に持ち上げます。もう一回だけ。1で上下に、目線正面です。2で払いながら押し出します。3で手首が緩んで後ろに重心、4で顔前払ってください、5で前足乗せながら横に持ち上げます。はい、じゃあ今度後ろ向きでやってみましょうか。背面でいきましょうね。3回いきます。右足つま先斜め45度方向ですね。右手が横、左手が内側です。左足をゆっくり持ち上げてください。1でかかとから着地、はい、2で払いながら押し出します、3で後ろ足重心、手首を緩めてください、4で内側に払って、5で横に持ち上げます。1で上下かかと着地、2で払いながら押し出します、3で後ろ足に重心移動、緩めましょう、4で内側に払って、5で横に持ち上げます。1で上下にかかと着地、2で払いながら押し出してください。はい、これがロシアオブーです。少し両手が、両方とも同じことをやるんですけども、ちょっとだけ複雑になりますので、最初の基本通り、ここから、上下払って押す、内側に払う、横に持ち上げる、この1、2、3、4っていうのをよく練習していただくと、手と足があとタイミングが合えば大丈夫になります。ではここから、パイホーリャンチ、鏡面鏡面でいきますね。ここからいきましょう。パイホーリャンチの手からいきます。腰を左方向に回して、上の手は正中線に下ろします。ちょうど胸ぐらいまで来たら上下に入れ替えて、左手は顔の前払います。ぐーっと払う感じです。はい、横に持ち上げてください。ここでさっきの0番ですね、1になる手前の形になります。もう一回いきましょうか。ここから腰を左方向に回して正中線、胸まで来たら上下に入れ替えて、顔を回払います。はい、横に持ち上げてください。ここです。
そして1で上下目線を正面、2で払って押し出すというロシア語になります。でやってみましょうか。では鏡面です。皆様こちら右足、右手、左足、左手になりますね。この形からいきましょう。腰を左方向に回して、上の手下に自然に下ろしましょう。腰を右へ回して顔を前払います。前足引き寄せながら右手を持ち上げてください。ここです。はい、上下に入れ替えてかかと着地、膝前払いながら押し出してください。ロシア部1回目です。後ろ足重心、手首が緩んで腰を左へ回します。横にゆっくり持ち上げて左手が持ち上がってください。上下に入れ替えてかかと着地、膝前払いながら押し出してください。もう一度行きましょう。手首が緩んでゆっくり後ろ足重心です。内側に払って横に持ち上げます。上下に入れ替えてゆっくりかかと着地、膝の前を払いながらゆっくり正面に押し出してください。はい、ではちょっと横向きでやってみましょうか。はい、腰を左方向です。結構胸の前丸い空間あります。だいぶ遠い方に右手を下ろしてくださいね。はい、腰を右へ回しながら内側に払いましょう。横に持ち上げます。はい、上下に入れ替えながらゆっくりかかと着地、膝の前を丸く払いながら押し出します。手首が緩んでゆっくり後ろ足中心です。手首をーっと緩めてください。はい、内側に払いましょう。腰を左方向に回します。左手をゆっくり持ち上げて右足を引き寄せてください。上下に入れ替えながらゆっくりかかと着地、膝の前を払いながら押し出します。はい、手首が緩んでゆっくり後ろ足重心です。腰を右へ回してください。横に持ち上げて上下に入れ替えましょう。かかとから着地です。膝の前を払いながら押し出してください。はい、ここまでがロシア風です。お分かりいただけましたでしょうか。これは少し繰り返し練習しましょう。手の動きがちょっと複雑です。足は最初の、シャンブーといって前に行って後ろに行って同じことです。イエマーフェンゾと全く一緒なんですが、ここに少し手の動作が複雑になってきますので、何回か繰り返し練習しましょう。ではもう一個いきましょうか。ショウヘイピーパーです。この続きは太極拳オンラインサイトまでお越しください。詳しくは概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらをご参照ください。お待ちしてます。